皆さんこんにちはレックス行の根本です、えー、ここでは、えー、あなたに足りないものは何と題しまして、今回のクリスマス模試、主要4科目実力診断模試の分析、反省、えー、このアドバイスをしていこうと思います。えー、まず、こちらの方の、えー、話としては、まず冒頭の方で大体の目標点数を説明していきます。でその上で、ちょっと分析ができる方は、こういう分析したらどうですかといったことを指摘します。また すごく細かく分析できる方のために一問一問この足で切るべきだったとかこれは逃げるべきだったと,といった解説をしてきますお時間が取れない方は冒頭の目標点数ちょっと時間取れる方は分析ですごく取れる方はまあ最後までぜひ聞いてくださいではまず今回の問題時代の公表目標点数を見ていきましょうこちらの方に問題ごとの難易度を入れました こちらのレジュメの方については概要欄等を見ていただけると PDF データがあると思います。はい。で、これ空欄、丸、三角の意味を説明しますえ。まずは空欄。これは基本足。基本の足だけで答えに行く。これが空欄です。全足が基本ではありません。あと、いの基本足で答えまでいく。そういう問題です。一方、三角。まあ、これは現時点では、 まだ厳しいでしょう。現時点でこれ取るのは難しいでしょうと最終的にはね、解けてほしい問題ですが今のこの12月の時点ではきついかなとといった問題ですで丸はちょうど中間の部分になりますで線引きが入っているのは科目の切り替わりのところになります12問目は、ね、民法でそこからは会社法になっていますでその後20から不当法30からは商業登記になっています ところろどころ問題番号に四角枠を入れていますこれは過去問の知識で答えまでいけるかどうか過去問の知識で答えまでいけるかどうかこれがこの四角枠と思ってくださいでは次に目標点数どれぐらいの点数を目標にした方がよかったかとどれぐらい取れていればいいのかといった話にいきましょう。 でまず今回の模試が、もし、もしですよ、これが本試験直前期の6月、7月、もしくは本番出た場合、おそらく基準点は低くて25、高ければ27ぐらいになると思います。これが本番ね、本番だった場合ですよ。で、本番までは皆さん、ここからもう6か月勉強して仕上げてる状態だったら、そこまでいきます。最終的にはそのラインは目指してください。 基準点2527ただ現段階でそこまでいくそれはなかなか難しいと思いますじゃあその上で初受験の方15問取れてればもうおんのじすぎると思います初受験次が初受験の方おそらく会社法商業登記はほとんど分かんなかったんじゃないかと運で当たるぐらいだと思いますはいでこれが15問まで取れてるやなると これは年内の学習が相当よくできていると。いう状況だと思います。最終的には二十五から二十七の基準点は。優遇超えられるようにしてください。ただ現時点ではもう十五もいっていれば万々歳と思ってください。次。基準二回目以降の受験生で。基準点突破経験がない方。現段階では二十問ほど。あれば。いいんじゃないかと思います。 20問取れていれば、まあ、年内の学習としてはまあ十分かなと,というところですもちろん35問まで、えー、足りませんけどねそれでも20取れていればいいんじゃないかと思いますまた基準点突破経験がある方25いっていればそんなに実力のオチはないんだと思いますおそらく基準点が低くて25ターンヒラ27突破経験がある方がもし今の段階で25取れているというのであれば本番 から、そこまでレベルは落ちてない。知識は落ちてないと思われます。なんで、あくまでもこれはここまで言ってれば御の字だという点数です。これが最低点というわけではないので、ご注意ください。では、まずはここが簡単な総評になります。で、細かい分析できる方、もうちょっとお付き合いください。次のスライドいきます。 ぜひ間違えた問題、合ってた問題の分析をしてほしいんですえ。過去問で切れる問題を何問取れているかです。こちらの方で四角枠でくくった問題があります。全部で16問あります。この16問中、皆さんは何問取れていたかと。で 理想で言うと、7割ぐらい取れているのが理想です。逆に、これがもし5割を下回ったんであれば、ちょっと年内、過去問演習が弱かったと、そのように分析してください。なんで、5割切った場合は、年明けの学習は、インプットというよりも、過去問の方、そこの方を重視するようにしてください。7割言ってれば同じ。5割切った場合は、ちょっと過去問、重視の学習に、年明け以降は行ってください。 次、科目ごとの分析。科目ごとに何問ずつ取れていたかそしてもっと見てほしいのは特典の内訳なんです。民法の基本足5問中何問丸足3問中何問三角足4問中何問取れてるかこの分析をぜひやってほしいんです。例えば、点数が引っかっかたと。 でも基本問題はもう1ミス2ミスで済んでるほとんどの間違いはほとんどの間違いは丸か三角丸か三角になっていたとはいその場合っていうのはある意味年内の学習は基本に徹底していたと基本に徹底したもうそれでいいんですよ点数が低くてもで年明けの学習は知識を伸ばす知識を増やしていく 知知らないい識もどんどんん得ていく。それが学習の面になります一方点数はいい点にいったんだけど例えば基本問題のミスがね5問6問あったとかいう場合はちょっと注意が必要だと思うんです細かい知識の追いかけその方に走ってしまったんじゃないかとその懸念がありますなんでこの分析をして 基本がどれれだけ取れているか。丸や三角がどれだけ取れているかそれに応じて年明け以降やっぱり基本の方を力を入れるのかそれともこちら丸三角ちょっとね細かい知識の方に追いかけるのか学習の方向をそれで決めてみてくださいまた一番下 自己分分析析間違い方の分析をしよようケアススミスによる失点これっていうのはもう知識も分かってる結論も間違ってないでも答え見てあってなったものうんそうだよねこうこう,これ,うんこれ分かってるなんでこれでバツって俺振ったのかなあ,あこれ読み間違えてるとか正しいものを組み合わせなのにんで俺謝ってるのを選んだんだろうという感じ読み間違え そういったものをケアレスミスミとしておきます次覚えてない知識による失点。えっと「あ」と「お」で正解かで「あ」は切れて「お」これ切れなかったのかあーこれあったわーあったけどあ覚え切れてねーと。という失点です。一番下。 知知らない識による失へえあとが答えねうんああこれ盛り切れてるおこんなの分かるかよという感じこれが一番下知知らないい識による失点とうものですこちら真ん中ね覚えてない知識による失点全体の失点数を横に書いてほしい。 でそのうちどれぐらい覚えてなかったとやったのに覚えてない失点がどれだけあったか見てくださいもしこれが多ければ残念ながら年内の学習荒さがあったということになります触れてはいるけど触れてはいるけど記憶にまで持ち込んでないもしくはざっと見ただけそういう危険があります年明けの学習 今のやり方通りでいいのか、それを見直してください。一方、一番下、知らない知識による失点、これが多くの肘を絞めていた場合、これというのは、まあある意味もう年々の学習はちょっと絞ってやったのかとで、絞ってやっていたので、ちょっと今後は知識を広げる、広げるってことを意識しないと、これ以上点は伸びない。 一方ケアレスミスによる失点それが多かった方これはここから半年模試・倒練を受けて問題部の読み間違いを減らす丸とツの取り違いを減らすそういった訓練をしていきましょうはい以上が細かいところの分析の話になっていきます。 でははここからは1問ずつにつにいて説明します。もうお時間がない方はこちらの方へ動画を切ってご自身の勉強の方に移ってくださいでは1問ずつ説明していきます解説というよりもどの足で切ればよかったかと,といった好評だと思ってくださいまず第1問です。第1問、えっと、o を無視できたかどうか。どう まあこれはそんなに「お」の方まで行かずとも「ね、う」と「え」のところで答えまでいきますし「う」と「え」で答えまでいくべき問題でした。第2問でこれが「あのう」がむずい「う」がちょっときついですなので「あ」「い」「え」で答えに行く「う」と「お」がちょっときついので「あ」「い」「え」で答えまで行くのが理想です。 ただ、あがちょっと問題が古い。で、いが今やっぱりちょっと難しい問題として囲むのがね。で、えがまあ、密室は密室なんですよ。いうことなので、ちょっとこれはきつかったかなという問題になります。第3問。え、これはもう、あで悩まなかったかどうか、これで決まります。で、あで悩まないで、ね、どんどん次いっちゃえばね、もういが楽で、まあ、おだってもう基本足だと。 ということで、スイスイ答えが出せたんです。わかんないなってものについて考える。考える前に、次の足に行くべきだったんです。第4問、第4問。これは、あで決まっちゃいます。あで、工作だっていうことで知識を持ってきちゃうと、おしまいです。この工作、加工の条文は、 動産にだけ適用があります六6を見てやってくださいこれ動産になってますなのでこれ不動産に手を加えてますのでこの加工の条文は使いませんでこれをもう判断しちゃうと答えに行きませんでここさえスルーできれば実はえとおで何とかいった問題なんですよ なのでまあどう言ってもねあの足で切っちゃう方が多かったかなとは思います。そして意とウもきついですこれ。第五問第五問はウとエでいけます。というかウとエでいかないと他がきついんですよ。他の足が難しいんです。まあ、ちなみにこの尾の足の二行目地下駐車場を所有するための地上権この地下で地上権って書いてあるので。 区分地条件かなとというのを読み取れたかどうかになります。第6問第問問は後いで切る問題ですというか「あと」「い」で切らないとほかがきついんですよ。で「あの足」「留置権はえ払わんと渡さんぞ」という権利なんだから払えと言える状態弁済機じゃないと言えません。 一方、七件。これは契約で設定する担保権です。担保、担保権の設定って、弁済期過ぎてから設定するかって言ったら、普通弁済期前に設定しますよね。弁済期前に、弁済期来る前に設定して、払わなかったら、弁済期で実行ですよ。はい、ってことを考えていけば、あ、これ切れると、あの足は罰だなと。切れたんじゃないかと思います。第七問。 第七問ですが、もうこれイで引っかかっちゃうと帰ってこれません。で、自信がなければ、これね、イは切るべきじゃなかったんですね。で、これもしこの知識きついなという方はね、この解説の方、解説の方にね、一番最後の方に論点ガイドというのがあります。この七問目ね、解説が二ページ続いて、その後ろにね、こういった論点ガイドというのがありますので、こちらの方でぜひ学習をしてみてください。 でこの問題は結局もう不等号の知識で絵を切るでその上で「う」とえ「え」「え」と「お」の二択に持ち込むで「う」は不可分性の知識があればいけるけどなかなか切れないでしょうねで「お」は「お」で「お」はおで「お,はおで」で一応過去問はあるんだけど平成9年なんですよなのでまあ切るのがなかなか難しいかなという問題でした 第八問ですあの浄土担保を普通に勉強しているちゃんとね漏れなく勉強していればすいすい解けた問題ですすべてが何度も出てすべてがね一回出ている過去問です一方浄土担保ってやっぱりテキストだと一番後ろにあるのでどうしてもやっつけになってしまうとこのやっつけになる方は取れなかったと思いますある意味この浄土担保ができたかどうかっていうのは自分がテキストをちゃんと読んでいるかもしくは学習範囲を 手ばやちゃんと、えー、まんべんなくやってるか、まあ、一つのリトマスというかリトマスというか、まあ、一つの検査薬だと思いますなのでぜひこれがちゃんと切れたかどうか見直してみてください第9問でこれは意図をの過去問で,切るべきで,すでこれ切れないとほかがまあきついんですよまた。 ちなみに絵の足で絵の足は平成二十九年民法改正できた論点になります。第十問でこれは演習メインの学習特にね過去問だけの演習学習をしている人は手も足も出ないんじゃないかなって問題です。あのイの足は 575条の趣旨から持ってこないといけません。で「尾の足は代金支払い拒絶権の趣旨から持ってくる。で「あ」の足は比較買い戻し再売買というちょっとマイナーな比較を勉強をしないといけない。この十問の問題がもし手も足も出なければちょっと民法の学習の仕方特に債権は考え直してください。 最近は問題数が少ないのでどうしても演習だけに頼れませんなんで読む等が必要になるんですよちなみに「うとは」と「え」は契約不適合の論点その知識はちゃんとないと当てはめができない問題でした第11問。 あは切れると思うんです。共同進展講師は婚姻中だけだと。で、その上でいを見てね、意思能力あるんだからこうなんじゃないかっていう下手な推測をかけなかったかどうかです。推測かけるのは最後の最後です。全足見て、それでも答えがいかなければ推測かけるんです。はい。で、うの足。 婚姻で裁量規格というのがあります。それを知っていればこっちにもあるんじゃないかなとかね。離婚だ、離婚に裁量規格ってあります、離婚の方で。で、それが知っていればね、離縁ではあるんじゃないかなとっていう推測はかけられたかと思います。第12問。12問、まあ、尾は切りやすいと思うんですよね。でが切れて まあいとえの二択になりますがまあい、使用収益の収益って字これをちゃんと見たかどうかです、えー、配偶者居住権は使用と収益権があります一方配偶者単居住権はとりあえず半年だけ住める権利です弱い権利です配偶者居住権の場合は本人が施設に入る施設に入ることになったときにね この家を貸して施設の費用にする。という形で収益権まで認めています。ですが、配偶者短期居住権には弱い権利なので。こういった収益権まで認めていません。第十二問、ここから、あ、第十三、第十三問。ここから会社法になります。あと、絵が切れたかですね。 あと、絵が切れてやっといとうの勝負に持ち込みます。でいとうの勝負に持ち込んでいの1週間に自信があるかどうかです。で、これがもしなければうで切るべきです。うのこの株主っていうところ株主はって。ところでなんかこれピクッとし,したって欲しかったことです。株主が招集するってなんか変だなと。 第14問もうこの問題はもう「あ」から「う」「あ」「い」「う」をスルーしたかどうかです。で「あ」「い」「う」がスルーできると「え」とお「お」が簡単なんですよね。なんでとにかく分かんなければスルーしていって簡単な足を探すってこと。 はい。次は第15問。第15問は、もう、意をちゃんと読んだかどうかで決まります。いいですが、え取締役や設置会社の代表取締役は、3ヶ月に1回以上、事故の職務執行の状況を、株主総会に報告。いや、おかしいぞ。3ヶ月に1回株主総会。株主かわいそうだよ。はい。ということで、株主総会とかで、いや、ちょっと違うだろうな、ということが、 読めたかどうかだと思います。第16問もうあがでで切るべきなんですね支配人についた社員の過半数業務執行を決めたかどうか変わらず重要事項なので社員の過半数で決める。でこれが分かれば「あ」と「い」。 あとうの二択に持ち込みますであとはね「い」で条文見たことあるかどうかと「う」出身してるんだから調査権限ぐらいあるだろうなと、まあ、ここは推測か知ってるかなんですかね。第17問第17問。 これですが、まず、えっと、イノアシか。イノアシ。で、これ、冒頭の縛りをちゃんと見たかどうかです。えっと、3行目かな。社債権者集会の決議を省略せきる場合を考慮しないものとすると。みなし決議の適用はないってわかれば、認可は必要だで、いが切れる。で、いが切れれば、あとは、赤、い、あとい、いとオの二択に持ち込みます。で、 分数をちゃんと覚えていたか多分そっちで決まりますねで「おの足の謝罪の総額にかかわらず」っていう言葉これちょっと現時点で,で今の時期で、ね、あこうだっていうふうに切れるのはなかなか難しいと思います「あ」で行くべきだったんですが「あの分数」ちゃんと見たかどうかで決まりました第18問 まあ多くの方が読みたくないと <laughs> こんだけ長いの読みたくないと,と思ったと思いますで、まあ、2番が答えなんですけどこれ2番って、あのー、結局22年33の「お」22年33の「お」と同じ仕掛けなんですよ。買い取り請求はどこにするのかと。分割会社の予約家の買い取り請求は分割会社にしますよね。 足の2下から2行目右から5文字目「証券会社に対し」と言っている「そっちじゃないよね」。22年33の「尾の仕掛けそれをやったかどうかそれを知ってるかどうかで決まった問題です第19問1と4は切りやすいと思うんです。 であとは2、3、5ですが、まあ、5条文を1回でも見たかどうかだと思うんですよね。えもっぱら賃金をも得る目的で製造、労務に要すると賃金を得るため自分のためじゃなくて給料をもらうためは商行為じゃないとそれを見たことがあるかどうかというものでしたここからは不動産登記になります。 でこれ「あ」の基本足と「う」の過去文といきたいけど「う」の過去文はこれでこれで難しいので多分切れないと思うんですよ。ってなるとあとは「お」です。おテキスト等で「死書証書でもいい」「死書証書でもいい」という知識を知っていたかどうか読んでいたかどうかで決まるところです。第21問。 第21問。足の「あ」、設定ではないんです。設定ではなく、これ、移転です。設定時は、構成証書へ証拠をしっかり残すべきですが、設定以後まで証拠でしっかり残すことは要求されていません。で、「あ」が切りやすい、「あ」の過去問を切ってしまって、あとは「あ」と「い」、もしくは、 えっとあと以下あとをになります。で、いを下手に推測すると間違います。えー、取扱い手の表示については、えっ、ー、と原因を書かないんだから原因証明いらないんじゃないかとで推測かけると間違います。一方を合併合筆の場合識別どうなるかっていう知識二度ほど出ている過去問です。この問題はまあ普段過去問演習をちゃんとやってるかどうかが よく分かった問題だと思いますやってれば「あ」が分かって「い」切らずに「い」「う」「え」を切らずにとも「おだよ」おで答えにいけるんですよ。22問22問は知ってれば別ですが知らなければ「あ」をスルーできたかどうかで決まります。 で、をスルーできていれば、いの利益相反の基本足、また、おを民法の知識でいけるはずなんですよ。え特に、おなんですが、おは、おはこちらの方は、親権者 A、親権者は A です。で、債務者が A、設定者が、設定者は未成年です。であれば、もうこれ、利益相反というふうになります。 名目は問わない外形標準説外契約の外形契約の表面上だけで判断する何のためにやったのかとか結果が良かったとかそういうことは考慮しないとそういった民法の外形標準説の考えが分かっていたかどうかで決まります第23問。 イの足をスルーでできたかかどうかですでこれスルーしてちゃんと下まで行っていればエとオの超基本足でで行けたんですよ下手にあいうで勝負しないでちゃんと下まで行ったかどうかだと思いますただまあここまで問題結構くると期日の方をどうしようと思ってもう焦って早い段階であいうで勝負しちゃってる方が多いのかなと思います 第24問。第24問。えっと、うの足。おの足が、仮登記絡みだってことに気づいたかどうかです。で、おの足なんかは、最後の3文字が、仮登記になってますね。で、仮登記所有権以外の仮登記なんだから、半分じゃないよね、と。1000円だよね、と。また、うの足。 氏は移転請求権の移転移転請求権の移転をしようとしている移転請求権は所有権じゃない不起投機で実行される不起投機は1000円になりやすいというところで持ってきてほしいところです第25問 足のい以外は過去問ですただ、まあ、特に「うえお」が平成16年なんですよ過去問番号が、まあ、約20年前なんですよね過去問の年度を例え直近1 4五5年とかね10年とかにこう絞ってしまってるとやられたかなという問題になりますなんでこの問題のもし、ね「うえお」が判断できなかった方ご自身の過去問演習の年度 深さ、そのあたりの見直しがいると思います。第二十六問。第二十六問はあとうあとうで切れます。というかあとうで切らないと他が結構きついんですね。 はい、ってことなんで基本足がちゃんとできたかどうか基本足さえできていればいけたという問題これが26になります第27問えっとこれねえとおが。 切れたとしても結局あといの二択にはなっちゃうんですよ。で、もしこの問題が現段階で完答できたら、もう年内の学習はもう中二分にうまくいってます。あ,のある意味仮登記のところにちょっと自信を持ってもいいと思うぐらいのところだと思います。逆に言うとこれそれほどの難問です。 はい、ちなみにこの絵の足なんですが、あのー、名変がなんで、あのー、これ用紙内に何で罰なのかと言いますとこれ「デーガ」と言っていますポイントはこの「デーガ」というところこれ権利者側ですからねあの抹消するときに消される権利の方の名変は省略できます消される方はえ今回、えっと、コーク6番コーク6番の「いい名詞」を消すときに5番の方に名変が起きてるんです この五番の名篇は省略できません。消される権利に手間をかけない。消される権利は E. なんですから、E. の方には手間をかけなくていいんですが。D. の方には手間をかける必要があります。第二十八問。 えっと、あいうで勝負がかけられたかどうかです。あ。表題部所有者から。売買で所有権を取得したもの。とは言ってません。所有権取得したものは、七十四条二項保存ができると言ってます。原因は売買でも贈与でも。信託でも構いません。また、うの足。え、これはもう代ができるという基本話ですよね。 このあ、い、うで答えまでいけばいいんですが、これがいけないと、えとおという地獄が待ってます。もう、おなんて多分読みたくないと思うんですよね。ってことで、本当に基本を逃すと痛い目に遭うという典型例です。第29問。29問は、 あと「い」をスルーできたかどうか。で、あと「い」をスルーできればえ、こちら、うとお。うとおの基本足。建物だけについての登記は、基本、建物のみに関する吹きが入る。例外は、賃借権の登記と特別先取り特権。で、うは賃借権だから、建物のみに関する吹きが入らない。おは、えこちら。 例外の方に当たらないかな建物のみに関する「ふき」が入ると。いうことで切れるとこですえちなみに「えっと、お」なんですが両方に入ってるんだから建物のみに関する「ふき」いらないんじゃないかとあの。土地に入っていて建物にもつけるんだから両方に入るんだから建物だけだっていう必要ないんじゃないかと。日付の問題日付土地の設定日と建物の設定日は違う。 もし建物,に関建物のみに関する吹きがないとその建物に設定した日に土地にも設定があったっていうふうに読まれちゃう設定されているという点では土地建物両方同じですが設定日が違う日付が違うだから建物のみに関する吹きを入れなきゃいけませんここからが商業登記になります 第30問とウの基本を切る。その上で「あ」と「お」ですがまあ「あ」が推測でいけるんじゃないかと思うんです。でもしくは「お」あの定款で決めてるんだからそれとは別にね議決の過半数の一致がいるかって言ったらそれいらないんじゃないのと。 定款で決めてるんだから、それに加えて何かいるとは思えないよねと。で切る、という感じでしょうか。三十一問。まあ、基本、記述の力で押し切るです。記述でやったことがあるかどうかで切るっていうのは、商業登記の一つの手です。例えば、絵の足の方で金銭が財産の給付があったことを証する書面を添付しなければならない。 書いたことある給付があったことを称する書面普通ないんですよだからあれこんなこと書いてないからこれいらないだろうなとかねそう切ってほしいところですまあ他の真実でも記述の知識の方で答えられるという問題です三十二問 で、これ、うとえが過去問なんですが、これがきつい、このうとえの過去問がきついと思います。えっと、うは平成14年かな、あ、うの方が令和4年か、令和4年に出てますし、ですが、ままま、令和4年なのでやってないだろうし、え、ま、の方もなかなかきついだろうなというところです。なんで、むしろ、あ、い、おでいくところ。でただ、いとおが推測で勝負でしょうね。アの基本で いとをは推測できる。っていうことになります。第三十三問。で。これは今の時点で解けるべきも解ける問題じゃないと思います。おそらくこの外国会社までちゃんと手を広げて。年内学習している方は。まあ、ごくごくわずかだと思います。 なんで、これ自体はね、まあ、ちょっと、今の、解けなかった方もね、今の時点で復習するかどうかも任せます。まあ、最終的には、これは、い、う、え、お。は、即答できるように、してほしいところです。ただ、今の時点で、ね、ちょっと、これ、やってないよ、という方は、無理に、ここまで、今日ね、復習する必要はないと思います。第三十四問。 で正解詞の「う」多分これは何を言っっているかかかが分かんなかったと思いま,すまあもし唯一推測かけるとしたら、まあ、仮処分っていうのはもうざっくりもうすごい短い期間で決めているでこれで抹消という究極的利益を与えちゃいけないだろうなと仮処分っていう下手すら3日とか4日とか審理しないと3日4日の審理で登記まで入れていいのかなとそんなところで推測かけて罰。 まあ、なかなか難しいと思う。一方ね。をは知ってればいいし、知らなくても、なんか変だってわかるんですよ。何かっていうとね。あの。間違いに気づいたら。連絡するんです。あ、すみません、登記書です。どうされました。登記もに間違えるんですよ。そうなんですか。はあ。うん、あの、俺がミスったんだけどね。<laughs> どういうこと、お前と。いうことで。これ。 普通に見ると、なんだこれおかしくねえかと。っていう風に気づけるんじゃないかと思うんですね。で、この「お」が気づければ、あとは、うとおう、あとう、うとおうと、うとおあといとうか。うとおう、いとおになります。で、うがきついので、あとはいですよね。で、このいの足、将来のことを登記してると、抹消だと。将来のことを登記した場合は抹消だと。その時点で実態がない。 その時点実体がないものを通したら抹消だとそういった何度か出ている過去問から持ってきてほしいところです。第35問でここですがまず「あの基本足」は何とか言ってほしい。 えー、認証って大体いるんですよ。あの、この試験の設立って。持ち分ぐらいじゃないかな。あの、司法書士法人はいるだろうし、いるしね。ってことで、認証はいるだろうなってところで、バッと切る。で、あとは、えとお。えとお。で、絵とおは、確かに過去問で、出てはいない。えとお、あの、絵はね、絵は出ていない。出てはいないけど、 投機事項のね暗記投機事項の暗記作業をしていればこれ投機事項だよなーっていうのはいけてほしいとこですまあとは言っても正直言うとここ遮断まで年内で勉強できていたかどうかなんですね。まあ、ある意味この問題ができていたってなると商業投機かなりまんべんなく学習できていると。 そのように評価してもいいと思います。以上が問題ごとの分析というか、こういうところを取ればよかったと,といったものの分析になります。私の方の動画の方はそろそろ終了にします。年内、どこまで学習できたでしょうかそして今回、どれぐらい取れたでしょうかもしくはいろんな反省、 できたと思いますあーここもうちょっとやればよかったあーこの科目よかったとかあーもっとしっかり読めばよかったとあと半年ありますぜひ今回の答練をもとに模試をもとにそしてその書き出す書き出したもをもとにここから半年勉強していきましょう。 こちらの動画の方は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。では、あと半年頑張っていきましょう。